そっから、そっからあれなんですね。あれはつけますか。つけますよ、30分。変わりますよ。変わりますよ。モニカベルッチになります。なります。中東のだよ。そうです。モニカベルッチはイタリア人だけど。イタリアの宝石です、ね。そうです。宝石です。笑ってる。おかしすぎ。ごめんなさい。衝撃が走りました。何ですか。そう、今応用する。手足が真っ黒になる。嬉しい名ですか。面白い名です。今の衝撃だったんですね。かなり来ましたよね。ずっとおかしい。すいませんが、それ知らなくて教えてくれるんだけど、あ、今映ってる。そう映ってる。すみません、大爆笑映ってる。全部本当だって、絶対は始まってから今までずっと映ってる。すいませんがずっと映ってる。ノーカット、ノー編集でずっと垂れ流しで撮ってる。すっごいおかしくなる。全世界に。そうですね。ただあのもう一回笑うともうマスカラがまた、ごめんなさい。最後の笑いの目が笑うとき一気に押し寄せました。わかりました。じゃあ我慢ですね。そうですね、はい、今は我慢のときです。はい、中心に常にこういる状態になって、そう。今ここら辺まで。そう。僕とかだとここら辺までの感じ。
僕たち気が楽な感じが、言って言って、僕の顔はフェードアウトしてる感じ。あんま笑わないよ。爆笑しちゃダメなんだ。爆笑はそうだよ。期待してます。はい。来ました来ました。あんま私なんですよ。あーって言いましたね。もう来ました。はい。じゃあこっちとこっちみたいな。じゃあポイントはこれですね。これだったんですね。ポイントは。もともと濃いのにね、もっと濃いのがいいんですよ。再三のアピールがあってないですか。ものすごく濃く。終わり終わりが見えない感じ。でもそんなにね、ナチュラルですよね。そうですね、ナチュラルよりは少ししっかり。少ししっかり。目が目が素晴らしい。あ、ちょっと見せてあげた方がいい。生まれて初めてのスケマスケなんですか。そうなんですか。はい、あ、そうなんですか。はい、よくしてとか。あ、一回したらなんか似合わない。本当ですか。全然似合わない。いつもマスカラだけです。そうなんですね。あ、スケマって今すごい目のアップになってます。多分鏡の前ちょっと今、あ、いいです。すごい長なんですか。多分大げさな女になりますね。あー、違いますよ、ね、これ長いやつですね。これ長い長いやつ。ダメダメ、嬉しいです。嬉しいです。非常に非常に嬉しい、はい、厚み厚み。でも思った展開じゃないのでちょっとびっくりしてでも爆笑いいですよ。ほら、はい、はい、面白い。危ない危ない、笑いすぎてる。ごめんごめんごめん。
だってもういっぱいになってるのかなって思って日本人辞めた感じがいいですよ。日本人辞めた感じ。どうしたいですか。そう、唇の形が綺麗ですね。ありがとうございます。普通にこんな感じで普通に自慢ですよね。本当ですか。本当ですか。でも私家でお前ですからね。いや言えないですよ。本当にうちの親と本当に比べられないですもん。うちの親本当に比べられない。同じぐらいですか、もしかしてお母さんと。いや、そんな若干年下ですか私。いや全然2、3歳上です。私の方が上？いや、僕の親の方が全然上です。すごいです。うん。本当普通に、ただ単純に感動する。すごい。なんかしてるんですか、やっぱり普段。何もって言うんですよね、絶対。何もっていうか、なんか痛み、ちょっとさっき、痛みとか疲れるから、ね、年なので疲れますよね。あとはね、お酒も飲みます。お酒はいっぱい飲みます。じゃあそこだけは参考してください。あ、それはもうね、さそう。参考しなくても大丈夫。お酒は飲めますよ。素晴らしいですね。あと、嫌いなものないです。たくさん食べます、ご飯。あ、ご飯は嫌いなんですけど、おかず。あ、すごい、すごい。綺麗ですね。綺麗です。美しいですよね。本当にこんにちは。ちょっと今日本当にちょっとすみません。私いろんなこと分かってませんけど。そうですね。どういうことですか。何が本日何？本日の何何？入ってきたっていうそういう。ちょっと恥ずかしい。わかんない。ドッキリ？完全にあの世界配信してます。だからドッキリじゃないですかそれ。逆に。もう世界中に。私ドッキリ？ほら今ちょっと見てください。ああいう感じです。ツイッターでも今ずっとざわざわ。そう。ドッキリ。ドッキリ。これは本物のドッキリだね。聞いてないです。みたいな。すごい。プロトコしてほしいな。なになに。夜フレンチとかイタリアンですごい美味しいものごちそうになったりとかできる。そこ期待しない。そこ、それ、それある。何言う人。何それ。それなんでしょうね。私ちなみに、中華も好きですからね。